働くママ、パパの味方、栃木市病児保育。病児保育とは、保護者が仕事などの都合で体調の悪いお子さんを家庭保育できない場合に、看護師と保育士がお子さんを短期間お預かりする事業です。当面、症状の急変が認められない症状で、市内に住所がある小学校3年生までのお子さんをお預かりできます。栃木市では、フォレストキッズ保育園で病児保育を行っています。担当者の方にお話を伺いました。病児保育室は園内のどこにありますか？保育園の建物の西側に病児保育室があります。特徴を教えてください。症状によってお部屋が分かれています。具合の悪いお子さんがゆっくり休めるよう環境が整っています。おもちゃや絵本などもあります。食事や投薬のお世話はどうなっていますか？お食事はその子の体調や症状に合わせて給食を提供させていただいています。投薬は主治医の先生から処方されたお薬をお預かりさせていただいています。利用中に体調が悪くなった時の対応を教えてください。メディカルセンター下津賀の小児科医と連携を図っています。また月に2回小児科医が巡回に来ています。利用の流れを教えてください。まずはじめに電話でフォレストキッズ保育園へ利用予約をしてください。その次に病児保育の利用が可能かどうか受診をして、利用可能であれば診療情報提供書を書いていただいてください。その次に利用の申請書と診療情報提供書を持ってフォレストキッズ保育園にお越しください。お迎えの際にはその日の利用料金を直接お支払いしてください。体調の悪いお子さんを癒し、仕事の両立に頑張る保護者の方の支えになりたいと思っています。安心してご利用いただけるようきめ細やかな対応を心がけています。わからないことがありましたら保育園までお問い合わせください。ぜひご利用ください。利用案内はこちら。詳しくは栃木市ホームページをご覧ください。